今年も対戦哨戒訓練シードラゴン2022が開催されました。今回はこの海上自衛隊 B1 哨戒機も参加した合同軍事演習を詳しく見ていきますね。でも韓国も参加していたけどたまに来るよね。アメリカ、日本、カナダ、オーストラリアはわかるけどね。韓国とインドも参加だよ。最近、インドも微妙な動きを見せているけど、そうだこの時、ネバダ原子力潜水艦が配備されたんだっけ。では。海上自衛隊は、2022年1月2日、日から開催されていたアメリカ海軍主催の固定翼哨戒機多国間共同訓練シードラゴン2022が20日に終了したことを発表した。シードラゴン2022には海上自衛隊から厚木基地所属の第4航空軍の B1 対戦哨戒機2機が参加していた。この固定翼機多国間共同訓練はアメリカ海軍の主催で開催され、各国の海軍、空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が、主に、対潜水艦船、ASW、アンチサブマリン、ウォーフェアの訓練を中心に、実際に、潜水艦を模擬目標として、その追跡から攻撃までの対処について、それぞれ270時間を超える飛行訓練演習が行われる。訓練の具体的な内容は、実際に潜航している潜水艦を目標として、上空から投下したその部位を用いて、目標潜水艦の探知、追跡、解析を行い、最終的には、爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するシナリオで、潜技をポイント化して評価し、訓練期間を通して最高得点を獲得した国の哨戒部隊を最優秀部隊として、ドラゴンベルトが授与されることになっており、昨年開催されて5カ国が参加したシードラゴン2021ではカナダ空軍第407飛行隊の C-B140 オーロラ B3C のカナダ空軍の呼称で参加したクルーがドラゴンベルトを獲得している。なお目標潜水艦は通常アメリカ海軍のロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦が担当するのであるが、今回、この共同訓練とほぼ同時期に、グアムに、オハイオ級戦略ミサイル原子力潜水艦のネバダが展開したことが公開されたため、戦略ミサイル原潜の行動が公表されるのは異例中の異例なことであるため、その参加があったのではとの噂が生じている。また、シードラゴン2022では実戦訓練の他に座学での訓練も実施され、集まった各国のパイロットと飛行士はそれぞれ国の対潜哨戒能力や固定翼機やその部位などの装備の性能を生かすように組まれた計画を披露し合い、実際の運用や戦術について意見交換をし合うものである。各国の部隊はただ競い合うだけでなく、同じ対戦哨戒という任務に就く者同士として友好を深め、訓練中以外のプライベートな時間においても、各国のクルーたちは対戦哨戒や偵察業務についての情報交換を活発に行い、それらのことを通して友好を深めることにつながっている。今回のシードラゴン2022には、アメリカ海軍、海上自衛隊、オーストラリア空軍、RAAF、カナダ空軍、RCAF、韓国海軍、ROKN、インド海軍、IN の6カ国の対戦哨戒部隊によって、各国とも、新型コロナ感染防止に必要な対策を講じた上で参加していた。参加した各国が、現在運用している固定翼対戦哨戒機は、アメリカ海軍、オーストラリア空軍、韓国海軍の3カ国が、アメリカのボーイング社製の B-8A ポセイドンで、この3カ国の機体は、ほぼフルスペックとされている。
B8A 破棄体内に、その V ランチャーが搭載されているため、自動装填からの連続投下が可能で、ウェポンベイ後方にある7カ所の発射口から合計129本を投下できるほか、機内には手動投下口も設けられていて、海上の目印として投下する信号発煙照明灯、マリンマーカーや海面染色マーカー、ボールマーカー、折りたたみ式のラフト、いかだを投下できる。そして、その V ラックには機内からアクセスできて、ランチャーが故障しても、手動で投下口から投下して、哨戒任務を続行することができる。インド海軍は、P8A の電子装備を簡素化した P8I、ネプチューンで、インド海軍からの要望で、P8A には搭載されていない、ANASQ-508A 磁気探知機、MAD と、後方を探知する、APS-143C-V-3 マルチモードレーダーが搭載されていて、その他の電子機器は、一世代前の多少簡素化されたものが搭載されている。なお、P8A のオブには、尻尾のような MAD 磁気探知機ブームが搭載されているが、アメリカ海軍の P8A には搭載されていない。その理由は、アメリカ海軍では海面を低高度で飛行しての対潜哨戒を P8A には行わせず、無人偵察機に任せるためである。カナダ空軍が運用している C-B140 オーロラは、アメリカのロッキード社製 B-3C オライオンのカナダ版で、 B-3C のその V 発射口を減らして垂直パノラマ式カメラを搭載しているほか、対潜哨戒用の機材及び洋上監視システムは、アメリカ海軍の艦上対潜哨戒機 S-3 バイキングのものを流用して搭載している。また、機内の人員配置も B-3C とは異なっていて、搭乗員が連携を取りやすいように、戦術航空士（を中心に）クルーがこの字型に座るような座席配置になっている。そして、日本の海上自衛隊が現在運用している固定翼対潜哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業が共同開発した4発のターボファンエンジンを持つ、B-1 対潜哨戒機で、海上自衛隊が長く運用していたターボロップ式の B-3C の後継機として、2013年3月から運用を開始して、2021年までに42機が配備され、最終的には70機を製造することになっている。B-1 哨戒機の機体は、川崎重工業が主体となって開発、製造され、3、菱重工業が中道と高道を、スバルが主翼と垂直尾翼を担当していて、一部を日本飛行機が担当しているほか、エンジンは IHI が開発した F7 エンジン、システム面では搭載レーダーが東芝、音響処理装置が NEC、管制装置がシンフォニアテクノロジー、自己防御装置を三菱電機が担当し、空調装置は島津製作所、飛脚組み立ては、住友精密工業などが担当している純国産機である。対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある主脚の格納部分の後ろ側に38個が装填されており、そのすべてに内部からの装填が可能で、その一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単に投下することが可能となっていて、乗員の負担が軽減されている。攻撃用の兵装は、空対艦ミサイル、91式空対艦誘導弾、AGM-84 ハープーン、空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックの主翼下にあるハードポイントに、最大8発を搭載できるほか、機首下部にある爆弾倉に、対潜爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載可能である。
また、機内には、休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画があり、B3C では、電磁波の影響を受けるとされて搭載していなかった、電子レンジが装備され、乗員の弁当などを温めることが可能となっている。また、災害救助派遣などでの急患輸送にも対応できるように、やや広いスペースがある機種側に、急患用のストレッチャーを固定できるスペースがあり、医師などが動きやすいようになっている。防衛省は、B1 哨戒機の製造コストを下げたいとの意向があり、防、守る装備移転三原則にのっとっての輸出に力を入れていて、現在、まだ、B3C を運用している各国に、その後継機種として、売り込みを図っている。しかし、B8、A に勝るとも劣らない性能を保有しているにもかかわらず、これまで、防衛装備の輸出実績が、ほとんどない日本が、導入国での形式証明など手続き関連作業に不慣れである点や、高い価格と、アフターケアのサービス網が貧弱であることから、2022年1月現在で、まだ輸出契約を結んだ国はない。2021年6月25日から8月7日の40日間にわたって、オーストラリアでタリスマンセイバー21が開催されました。自衛隊も参加したそうです。タリスマンセイバーというと、アニメかゲームに登場するキャラかグッズのようですね。事実、原作もアニメも大ヒットした少女漫画、美少女戦士セーラームーンにも、主人公たちの仲間として活躍する外部太陽系三戦士の武器がタリスマンと呼ばれていましたし、タリスマンゲームというのもあるそうです。また、お守りという意味があるので、若い女性たちがアクセサリーとして身につけることも多いようです。しかし、このタリスマンセイバー21は、アメリカとオーストラリアが主導した合同軍事訓練のことです。ロマンチックなものではありません。残念ながら。今回の主題は、このタリスマンセイバー21です。オーストラリア・クイーンズランド州ショールウォーターウェイ演習場などを中心とした場所で開催されました。ショールウォーターベイは、オーストラリア北東部にある広大な場所です。広大な演習場では、日本国内では、射的距離が長すぎて練習できない、長距離大砲の実弾発射訓練などが行われるそうです。この合同軍事訓練に参加したのは、オーストラリア陸軍第1師団、アメリカ海兵隊第3海兵隊機動展開部隊、イギリス海兵隊、そして陸自水陸機動団第2水陸機動連隊などの、そうそうたるメンバーでした。
陸上自衛隊の水陸機動団は若い組織で、創設されたのは3年前の2018年、平成30年3月です。知らなかったという人も多いのではないでしょうか？創設の理由は中国です。中国艦艇が尖閣諸島近海に幾度となく出現する回数が多くなったので、離島防衛や奪還を主目的とする水陸両用作戦の専門部隊を作ることになったのでした。タリスマン・セイバーという訓練自体は、もともとはアメリカとオーストラリアが中心となり、2005年、平成17年から1年おきに開催されている多国間共同実動訓練のことなのです。14年の歴史があるということになります。今回のタリスマンセイバー21には、前述のメンバーの他に、オブザーバー参加として、カナダ、ニュージーランド、韓国が参加したのです。前回2019年のタリスマンセイバー19には、日本、アメリカ、オーストラリアの3国が参加しましたが、今回はイギリスが加わったので、4国になったのですが、ご存知のように、世界的なコロナウイルス蔓延という懸念材料があったので、参加人数は減らさなければならなくなりました。前回は2万人でしたが、今回は1万7000人だったそうです。それでも、そんなに多くの人が一箇所に集合したんですね。肝心なタリスマンセイバー21の目的とは何でしょうか？オーストラリア国防軍関係者の言葉ですが、この演習によって、いかに過酷な環境であっても、アメリカ軍とオーストラリア軍が、短時間で、重要な任務を遂行できる能力を持っていることが、証明できる。そして、周辺の友好国や同盟国と、広範囲にわたって、相互運用の可能性を考える、絶好の機会になるだろうとのことでした。簡単に言えば、いざという時、3カ国が一致協力して、素早く対応できるように、トレーニングをするということになるのでしょうか。今回参加した4国、アメリカ、オーストラリア、イギリス、日本の水陸両用上陸作戦部隊は、非常に高度な陸上戦闘訓練を実施しました。が、油断禁物ということでしょうか。演習海域付近には、中国海軍の情報収集艦2隻が航行していたというのです。気になってしょうがなかったんでしょうね。偵察行動をしていたのでしょう。さすがの軍事大国中国といえども、そうそうたるメンバーで行っている訓練を察しできなかったというわけです。無視できないどころか、逆にかなり意識して重要視していたということかもしれないと思います。陸上訓練だけでなく海上作戦も展開されたということです。ここで参加した艦艇を紹介しましょう。まずアメリカです。強襲揚陸艦アメリカ、ドッグ型輸送揚陸艦ニューオリンズ、ドッグ型揚陸艦ジャーマンタウン、アーレイバーク級駆逐艦ラファエル・ペラルタ、補給艦アラン・シェパード、ラパハノックという陣容でした。オーストラリアは、強襲揚陸艦キャンベラ、ドッグ型揚陸艦チョールズ、駆逐艦ブリスベン、フリゲート艦パラマッタとバララット。カナダからは、フリゲート艦カルガリーが参加し、韓国からは、駆逐艦ワンゴンなどが姿を現しました。こう並べると、艦艇には土地の名前をつけることが多いんですね。カナダのフリゲート艦は、1988年、昭和63年の冬季オリンピック開催地の名前です。メダルは取れませんでしたが、フィギュアスケートの伊藤みどりの活躍が記憶に残った五輪でした。日本の艦艇は、海自護衛艦巻波が参加しています。余談ですが、巻波というと、大ヒットアニメ、新世紀エヴァンゲリオンを連想しますよね。
映画版に途中登場した牧波麻里というキャラがいます。謎めいた人物というミステリアスな設定と親父ギャグを連発する不思議なキャラでしたが、終わってみると結局信じとくっつくというかなり美味しいとこをかすっていったという気がします。ガンは9大。さて、前回のタリスマンセイバー19には陸自の水陸機動団、海自のヘリコプター搭載護衛艦伊勢、輸送艦国崎が参加し、アメリカ海兵隊との共同対処能力向上訓練を行いました。この時には、日本の艦艇国崎から出動したと思われます。しかし、今回の21では、水陸機動団第2水陸機動連隊は、日本の艦艇ではなく、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦キャンベラあるいはチョールズに乗艦することになりました。オーストラリアの首都の名を冠したキャンベラ型強襲揚陸艦は、スペイン海軍の強襲揚陸艦フアンカルロス1世をオーストラリア用に設計し直したもので準同型艦です。ドッグ型揚陸艦チョールズは、別名米型補助揚陸艦ですが、この艦の前身は、イギリス海軍補助艦隊のドッグ型揚陸艦ラーグスベイで、同型艦が、すべて、ベイという名前を付けられているからということです。駆逐艦ブリスベンの原型は、スペイン海軍駆逐艦ホバート級、フリゲート艦パラマッタ、バララットも、ドイツ海軍フリゲート艦を、設計の原型にしているアンザック級です。とくると、オーストラリアが、オリジナルで作った軍艦は一隻もないということがわかりますね。いろいろとオーストラリアについて説明しましたが、つまりオーストラリアは軍艦の建造はもちろん設計も一国ではできないということが証明されたのではないでしょうか。結局は他国の軍艦を改良したり改修しているわけですからね。こういった事実が建造計画進行中のハズのアタック級潜水艦の建造がかなり遅延している原因の一つではないかと見られているようです。ちなみに建造費も莫大に跳ね上がっているそうです。入札当時、日本やドイツの提案を蹴って発注先をフランスに選んだアタック級潜水艦ですが、前述の通りオーストラリアには設計技術がないので、相手、フランスの言い分をそのまま飲むしかないのかもしれません。そのため、コストの増大も建造遅れも我慢しなければならないのではないかと心配してしまいますね。余計なお世話かもしれませんが。日本は、タリスマンセイバー21には、護衛艦や輸送艦を派遣しませんでした。理由は推測するしかないのですが、万が一の時、水陸両用機動団は他国の強襲揚陸艦から行動をすることになる可能性があるためではないかという見方があります。簡単に言えば、戦争や有事の際には、日本の機動団であっても、日本の艦艇から出動できるとは限らないわけです。日本の艦艇が出払っているかもしれないし、使い物にならないという嫌な可能性もあるわけですから。となると、動ける他国の艦艇からでも出動しなければならないのです。なければ良いと思うそのような非常時のために、他国の艦艇からも機動団は、動けるようにしなければならないという思惑だったと考えられます。国崎型輸送艦が動けないような事態になれば、蒸気のようなケースは10分考えられますから、将来的にも他国の艦から出動する訓練は続けられていくと予想されます。日本とアメリカ、オーストラリア、イギリスなども万が一の場合、大規模な共同作戦を展開する能力があることを中国に見せつけました。
これに少しはビビって、犯罪まがいの強引な海洋進出や、戦争もどきの台湾侵攻の脅し、日本領の尖閣諸島の実効支配などの軍事行動を思いとどまってくれればいいのですが、逆ギレして、急須猫を噛むとばかります。ます暴走する恐れがないとも言えませんね。相手が強力な武器を持っているから、自分はそれ以上に強い武器を持たなければならないといういたちごっこが終わらず、いつまで経っても対立が終わらないパターンは歴史上には溢れています。人間は歴史に学ばないというのは非常に残念なことですね。近年、敵基地攻撃能力の議論が持ち上がっています。以前からあった話ですが、ようやく重い腰が上がった。野党議員も、ようやく理解できたのでしょう。今回は、政府が発表した、次期潜水艦建造計画に、VSL 搭載化を詳しく見ていきますね。一蓋式誘導弾の延伸が進められていますが、最終延伸距離は 1500km とかなり伸びることになります。海上自衛隊の潜水艦から発射されたら、ステルス潜水艦ですね。昨年末の2021年12月30日、日本の大手新聞社の読売新聞紙上にて、海上自衛隊の潜水艦が、今後、対地攻撃用の巡航ミサイルを実装する検討を開始したと報じられ、それは、VLS 方式である、可能性も高いと示されていた。VLS、バーティカル、ローンチイング、システムの略とは、海上自衛隊の護衛艦等の水上戦闘艦も搭載している、ミサイルの垂直発射装置のことであり、潜水艦であれば、主として、世界各国の戦略型原子力潜水艦が、背面に装備していることで有名である。ただし、それらの戦略型原子船は、核弾頭を搭載することもできる、潜水艦発射型弾道弾を運用する艦艇であり、今回、海上自衛隊が検討を開始したのは、攻撃型潜水艦に、対地攻撃能力の付与を目的とした兵装にするということだ。米海軍に置き換えて言うと、最新型の攻撃型原子力潜水艦のバージニア級は、背面に12機の VLS を装備しており、そこから対地攻撃に用いる長射程トマホーク巡航ミサイルを運用できる仕様であり、高い対地攻撃能力を有している。このバージニア級は、水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルにも達する。大型の攻撃型原子力潜水艦で、あり VLS を12機搭載しているが、海自潜水艦を比較すると、はるかに小型であることが、調べるとわかる。例えば、海自最新鋭潜水艦の、大鯨型であっても、水上排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルに過ぎず、
通常動力型潜水艦としては世界最大級であるが、VLS を搭載する場合でも、数は限定的となっている。規模という観点で見れば、韓国のトサンアンチャンホ級が、水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルの艦隊の背面に、6機の VLS を一応搭載しているので、これと類似する形になることが予想される。アメリカのバージニア級や、韓国の島山安正弘級が、VLS を搭載している理由は、言うまでもなく、対地攻撃能力を高めるためであるが、トマホーク巡航ミサイル等の兵装は、通常の 533mm の魚雷発射管から、運用することができる。ただし、これらの攻撃型潜水艦に与えられた任務の幅は広くなり、533mm 魚雷発射管から、発射される対艦攻撃用の魚雷や、巡航ミサイルの搭載数量や、それらを用いた戦闘への即時対応を確保する目的もあって独立した VLS が採用されている。日本の場合、昨年末に報じられた、対地攻撃用の巡航ミサイルとしては、現在のところ、陸上自衛隊に配備されている国産の、12式地対艦誘導弾の能力向上型が充当されることになるわけだが、これも、VLS と魚雷発射管の双方で使用可能と見積もられている。そのため、必ずしも、現状では、未保有である VLS 搭載型潜水艦を新規建造しなくても、既存の潜水艦も含めて、533mm の魚雷発射管から、運用することを視野に入れれば、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式の採用となる可能性は、低いと言えるだろう。以前、北朝鮮が、潜水艦発射型の弾道ミサイルを開発中だと、世間を賑わせた際にも、そもそも、北朝鮮ごときの技術力では、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式の実用化には、疑義が生じたことも、記憶に新しく残っている。陸上自衛隊で現在配備している、12式地対艦誘導弾は約200キロ、メートル弱の最大射程距離を有するとされており、中国海軍艦艇の接近阻止を起とするために、南西諸島への展開が拡充されているが、能力向上型では、飛躍的な射程距離延伸を、防衛装備庁革新に、着々と進められている。この、12式地対艦誘導弾の能力向上型に関しては2021年度から、2025年度にかけて、総額400億円弱の開発予算が投じられることが決まっており、その計画によると、射程距離は、第1段階で 900km、次に 1500km に上げることが、段階的な目標となっている。まずは、この、12式地対艦誘導弾能力向上型がバージョンアップされない限り、VLS は、元より、533mm 雷発射管での運用も、机上の空論になってしまうが、こうした長距離の対地攻撃能力を自衛隊が獲得する可能性を示すことが、中国への牽制の第一歩であり、抑止力となるだろう。しかし、戦後、日本の自衛隊や、防衛政策のあり方が、12式地対艦誘導弾能力向上型を潜水艦に搭載し、長距離対地攻撃能力を獲得するというニュースが平気に出回ること自体、非常に変化してきていると言っても良いだろう。実は、ヘリコプター用搭載型の護衛艦、出雲、や、加賀、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載するために、航空母艦化改修に至った際にも感じたことであるが、一昔前であれば、専守防衛の自衛隊の理念に外れると言われ却下される内容であった。別に、日本国憲法が改正されたわけでも付け加えられたこともなく、戦後から現在に至るまで、攻撃的な兵器を日本が保有することは、禁じられている点は変わっておらず、どちらかというと、攻撃的兵器とは、何かという定義、範疇の解釈の問題となってきている。
まず、日本政府の見解としては、日本国憲法第9条に抵触する攻撃的兵器とは、具体的には、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦であるとの従来の解釈は変えておらず、深い真意に関しては、方針の転換まではされていないのが現状だ。戦術した大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦の3種が攻撃的兵器に該当するとされる理由は、敵国の領土に届く射程距離を持ち、破壊目的のみに特化した大量破壊兵器だと、日本政府は公に説明しており、その先に胸騒ぎを感じた。日本政府の対応処置は、従来と変わらぬ見解で、表向きに維持する必要があると、苦慮している姿勢が伺えるが、純粋に軍事兵器として見れば、大陸間弾道弾はともかく、長距離戦略爆撃機や攻撃型の航空母艦は、現代においては、説得力に欠ける。近年は、戦闘機に、長距離攻撃用の兵装を施すことによって、かつての長距離戦略爆撃機に匹敵する能力を持たせることも可能であり、航空母艦も、艦載機の数からすれば、確かに、出雲、や、加賀、は少ない方かもしれないが、それだけで、攻撃的ではないというのは、無理があるのではないだろうか。これから艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を並走することによって、長距離の攻撃能力を付与することが可能であることから、太平洋戦争後に制定された日本国憲法の記述そのものが、近代の兵器が時代の変化に対応していないことは明白であり、見直すべきだと思慮する。日本国憲法第9条に関して、絶対に堅持すべきだと唱える一見すると、完璧平和主義者のように振る舞う勢力は、近年の中国軍事力の脅威増大を、実は、アメリカと旧ソ連、現ロシアとの間で、軍縮が進められたことが、及ぼした悪影響を実感していないことを理解していないのではないだろうか。これの意図するところは、アメリカとロシアが、従来の軍拡競争を抑制しようと、両国の間で見れば、平和的な軍縮条約、INF、中距離核戦力全廃条約を締結したものの、これに縛られない中国が、漁夫の利かのように、その分野の兵器の配備を加速させる結果をもたらしたと言っても過言ではない。INF では、射程距離が、500から500km までの地上発射形式の中距離ミサイルを、核、または、通常弾頭、共に保有を禁じたものであったが、逆に、中国のみが、その種の兵器を独占的に保有する状況を生み出すことになったのは、紛れもない事実だ。その危険を察知した米国前大統領トランプ政権の時に、INF を破棄し、現バイデン政権も踏襲しているが、アメリカ海軍が、世界に誇る大型原子力航空母艦の空母打撃群が、かつてのように、容易に中国へ接近することは、難しくなったままであることに、変わりはない。極東アジアで、今、
北朝鮮の瀬取り問題が国連でも対策を強化されています。今回瀬取り活動にニュージーランド軍の P3K2 が嘉手納基地に到着しました。ドイツのフリゲート艦も日本に到着、監視活動が強化されています。今回はこのニュージーランド P3 キロ2を詳しく見ていきます。韓国は瀬取りを活発化と打とう、名目上は北朝鮮ですが、韓国の監視活動がほとんどではないでしょうか。瀬取り活動中に海上自衛隊の P1 哨戒機に見つかってレーダー照射をしてしまった。しかも軍艦で瀬取り活動ということもあったんです。2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視にニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられた。まずニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキード・マーチン社製の P3K2 オライオン対潜哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事する。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態である。日本は P3C から国産の P1 に、アメリカは同じく P3C から P8 へと新型の機体の導入を進めているが、ニュージーランド空軍の P3K2 オライオンは同機のシリーズ中でもグラスコクピットを採用した近代化版といえる。続くドイツは同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦バイエルンを11月中旬以降から北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事させることになり、同国としても初の任務参加を果たすことになる。バイエルンは満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊をディーゼルとガスタービンの両機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇る。バイエルンは兵装面ではフォートメラーラ社製の 76mm 単装砲1機 MK41 垂直発射システム VLS16 セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとしてエグゾス SSM 連装発射塔2機などを搭載している。実は、バイエルンは、今回の、瀬取り監視に従事する前、今年8月末には、中東のソマリア沖で、海上自衛隊の護衛艦、夕霧と、合同軍事演習を行い、その後、オーストラリアやグアムを経由してやってきた。そして、11月4日から5日にかけては、関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦、サミダレと合同軍事演習を行った後に、日本へ帰港。実に、ドイツ海軍の艦艇としては、2002年以来20年ぶりに日本を訪れたことになる。そもそも、北朝鮮の瀬取り監視に、ドイツが加わったことも初であり、これまでは、日本、アメリカ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8カ国に限られており、新たな動きと言えるだろう。これまで、日本を含む8カ国が、北朝鮮の瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された、国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだ。
この決議によって、等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁じ、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物、化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としている。ただ、実際には、こうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろう。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われているとみられており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているが、ここには別の問題も横たわっていると言われる。それは西側諸国からすれば、近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されている。2018年7月には、国際連合安全保障理事会に対して、アメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は、前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだった。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、まがいなりにも、この2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために、各種の支援を行っているであろうことは、もはや国際的にも公然の秘密だろう。加えて、韓国のように同民族であり、かつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れる等の混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられた。韓国政府は、この事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も、韓国内の港湾には、北朝鮮産出の石炭が運び込まれていると、アメリカは指摘、北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに、警告を行っている。さて、今回のニュージーランドからの P3K2 オライオン対潜哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク級フリゲート、バイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思える。これはニュージーランドという小国が隣国でアメリカ・イギリスとの申請、オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見える。2021年の夏には、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド、太平洋地域における中国の海洋進出を、これまでよりは、積極的に、イギリスも警戒する側に回ったというのが、一般的な解釈だ。それでも、クイーン・エリザベスそのものは、極東への往路も復路も、いたずらに中国を刺激することは、避けるためか、台湾海峡を通過することはなく、その意味では、未だ公然とした中国包囲網というには、いささかの脆弱さも感じてしまう。しかし、それ以上に、ヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは、中国との、経済的な結びつきが強固であり、クイーン・エリザベスらの空母打撃群以上に、中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていた。それは、
ブランデンブルク級フリゲート、バイエルンを、やはり台湾海峡は通過させないこと、および、中国に対しても、親善寄港を行うという、方針からも明瞭だったが、後者は、中国側から、拒絶を受けて断念している。かつて、20年前の2002年に、ブランデンブルク級フリゲート4番艦の、メクレンブルク・フォアポンメルンと、バーデン・ビルテンベルク級フリゲートの4番艦、ラインラント・プファルツは、中国の青島に寄港した過去があった。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も手放しでは歓迎できないとも思えるのだが、いかがなものであろうか。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶し、これは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だろう。今回は、日本の対中国政策の最前線について、詳しく紹介しましょう。日本も、三菱製人に、意識誘導弾改めへの、改良が進められている、状況です。今年中には完成するのではとの話しです。すごいのは、陸、海、空どこでも使用できるように、改良ができるところです。潜水艦もね。九段線という言葉をご存知ですか？このシリーズでも何回か登場した単語ですね。九段線は、有事線、または牛舌線とも呼ばれます。1953年、昭和28年に、当時の中華人民共和国、中国と中華民国、台湾との間で引いた南シナ海の国境線のことです。中国は、この九段線を根拠として、南シナ海における海洋権益を一方的に主張しています。南シナ海の各島々の領有権を主張するばかりか、勝手に上陸し、基地の造成を進めています。遠慮という言葉を知らないかのように、その海洋進出は、露骨かつ強引な犯罪まがいのもので、被害を受けていないのは、なんだかんだ言っても、仲のいいロシアや後ろ盾になっている、北朝鮮ぐらいなものでしょう。この二国を除くに西太平洋の国々が、中国の野望を阻止しようと動き始めました。改めて、九段線について考えると、あくまでも、中国と台湾二国間のみの自分勝手な約束事ですし、国際的な実行力は何もありません。そもそも、現在の中国が自国領と主張している台湾との間での取り決めです。国と国との約束といえば、台湾を一つの国として認めることになりますし、自国領と言い張るのなら、一国で勝手に決めたことになり、横暴の極みと言われるでしょう。
どちらにしても、主張の論理が破綻しているようにも思えるのですが。日本といえば、まずは尖閣諸島ですね。島の接続水域に入って、日本漁船を脅したり、領海までも侵犯する中国海峡の艦艇に悩まされていることは、よく知られていますよね。毎日のように緊迫した状況で、過酷な業務を強いられている海上保安庁の巡視艇には頭が下がる思いです。中国の行動は海だけではありません。ここ数年来、台湾の防空識別圏に中国軍機が堂々と侵入して挑発行為を繰り返しています。軍事力拡大を進める中国に対抗する日本、アメリカを中心にして同調する西側諸国の軍事的活動があり、その結果西太平洋、南シナ海、東シナ海、フィリピン海などを含む全般が一触即発の緊張した状況に陥っているのです。中国は東シナ海にも手を伸ばしています。ここでのポイントは第一列島線という言葉です。この線も中国が勝手に決めた防衛ラインです。これは1982年、昭和57年に打ち出された中国人民解放軍近代化計画の中の概念の一つだったのですが、その後の世界情勢の変化とともに重要性が増してきたそうです。アメリカに対する軍事的戦略上の境界線なのですが、この中には九州の南から台湾に連なる南西諸島、大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、尖閣諸島などまでもが含まれているのです。日本の領土であることが分かりきっている沖縄や宮古島まで入れているのですから、なんとも自分勝手ですよね。この第一列島線が発表された時、このことで大問題になったそうですが、現在では残念ながらあまり一般には知られていないようです。知っていたら、ここぞとばかり反中の高派連中が黙ってはいないでしょうね。中国の意図ですが、要するにアメリカと対決することになったら、日本領の南西諸島を防衛線として死守し、その内側に、アメリカ軍や自衛隊の艦船、航空機などの侵入を阻止するということなのです。日本の領土を、勝手に防衛線と決めたということの意味ですが、中国が、アメリカとことを構える事態になったら、日本の西南諸島を中国軍基地として占領して、アメリカ軍を阻止すると言っているのと同じということです。全く、勝手なことを言ってくれますよね。先日のことですが、中国とロシアの艦艇10隻ほどが、日本海から津軽海峡を通り、太平洋を南下して、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過後、大隅海峡を抜けて東シナ海に入るといった G 航海を行いました。津軽海峡と大隅海峡は言うまでもなく日本領海ですが、2つの海峡には国際海峡航海と認められる部分を設定しています。この部分は平時に外国艦艇の通過を認めているので、中国海軍とロシア海軍が通過したことには問題はないと思われます。とはいえ、日本の近海を軍艦が通過するという行動は不気味ですし、不愉快ですよね。そして、この行動の狙いは、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによるクワッドや、アメリカ、イギリス、オーストラリアによるオーカスなどの反軍事同盟的性格の対中国共同包囲網のような新安全保障枠組みに対抗したものと考えられます。日本としては、容認できるものではありませんね。しかし、日本国内では、衆議院選挙を控えた時期だったので、この威嚇航海が、大きなトピックにはなりませんでした。自民党公約の、対敵基地攻撃戦力の保有は、あまり注目されていませんでした。しかし、政府と防衛省は、着々と、その地固めを進行させています。防衛省が現在力を入れているのが、陸自に配備されている
人に、意識地対艦誘導弾の長射程化開発です。百数十キロメートルという長い射程を持ち、地点を移動しながら発射できるものです。この能力向上型として、2022年度までに射程900キロメートルに伸ばす改良を行っています。改良されたミサイル部隊を南西諸島に配置し、占領を企んで押し寄せるだろう、中国艦隊への備えにさせる心積もりでしょう。最終的には、射程を 1500km まで伸ばすことを目指していて、地対地ミサイルとして、中国本土の基地をも、射程に収めようとする、計画もあるといいます。この長射程ミサイルにより、中国軍のミサイル射程外から攻撃できるスタンドオフ能力を保持することで、西南諸島への中国軍へ上陸の抑止力にしたいと考えていると思われます。こういった動きの中で、当事者でもある南西諸島の動きですが、地元奄美大島でも、この事実への反応は、あまり鋭いものではないようです。第302地対艦ミサイル中隊が奄美大島に配備されましたが、瀬戸内郡田室地の瀬戸内建設業協会では、奄美大島は安保の最前線と言われているが、今一つ、そういった現実感はありませんとのことで、ミサイル部隊を配備することに対しての警戒心は感じられないようです。むしろ部隊を配備したことによる経済効果が大きいとメリットを感じているようです。瀬戸内郡田室地の場合、基地設備建設予算約630億円のうち、奄美市、瀬戸内った現実感はありませんとのことで、ミサイル部隊を配備の受注がありました。おかげで人手が足りなくなるほど、地元経済への潤いが大きいと言われています。もちろん、配備を喜ぶ声ばかりではありません。基地があったら、攻撃目標になって、島にミサイルが撃ち込まれたり、空爆や艦砲射撃などを受けるかもしれないと警戒する声も確かにあります。こういった反応は、アメリカ軍や自衛隊が新しく基地を設けるときには必ず出てくる意見です。だからといって、基地がなければ、島民は安心安全な生活ができるのかと考えると、残念ながら必ずしも、そういうことにはならないと推測されます。前述の第一列島線です。中国は、奄美大島を含む南西諸島を、対アメリカの防衛線と考えていて、万が一の時には、これらの島々を攻撃して占領することは明らかです。基地があってもなくても、中国が、自国の基地を作れる島は、すべて占領されると、想定しておくべきでしょう。別の視点ですが、西南諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動が可能なので、有事の際には山岳地帯などに移動して敵の攻撃を避けることができます。この事実は中国軍も熟知しているはずですから、基地や駐屯地へ多少の攻撃を行ったとしても、壊滅的な大攻撃を仕掛けることはないと見られています。要するに、世界から批判される恐れのある民間人や民間施設への攻撃は避けるはずだという想像です。あるいは、占領後に、自分たちが生活するインフラをなるべく破壊したくないという意図もあるはずという、これも想像ですが、沖縄を含む南西諸島は、基地があるから攻撃されるわけではなく、中国にとっては、地政学上、大陸を守るためには、必要不可欠な場所だから抑えようと、攻撃してくるのです。もう少し、中国大陸と距離が離れていたらよかったんですけどね。日本列島を太平洋側へ動かすことはできないですし、
これらの島々からアメリカ軍基地だけで吐く自衛隊基地も撤去してしまえば、確かに直接攻撃を受けることはないでしょう。しかし、ある程度の面積があって航空基地が作れる島だったら、中国軍が上陸して占領してしまうことは想像できます。中国軍に占領されて死生下に置かれるのが嫌ならば、島の自衛隊基地設営に協力して、簡単には中国が手を出せないほどに防衛力をアップすることに協力するべきだという意見もあるようです。相手の軍事力が上がると対抗してあげてくるのが中国ですから、逆効果にならないかなと心配ですけどね。日本の現、岸防衛大臣が、記者会見で、最も興味深い発表があった。近未来兵器レールガン開発に、65億円の予算を明言した。今回は、この近未来兵器レールガンを詳しく見ていきますね。日本も、あと一歩のところまで来ている状況なのか、アメリカさえ断念している、レールガン開発を続行。注目するところは、大型化が、敵になっていることです。日本の開発内容を一緒に見ていきましょう。2022年1月11日、日本の現、岸防衛大臣は、記者会見において、来年2023年度から、レールガンの開発を本格化させると述べ、同兵器は、すでに、2022年度予算でも、65億円投じられており、2029年度での実用化を目標とすることが決定している。レールガンは、ガンとは言うものの、従来の一般的な火砲と異なり、火薬を用いて、砲弾を発射する仕組みではなく、ローレンツ力と呼ばれる電磁気力によって、それを行い、長射程、極超音速の撃兵器となることを基としている。すでに、自衛隊の兵装を研究している防衛装備庁において、テストでは、レールガンから、秒速約 2300km、つまり、マッハ7に相当する速度を記録しており、この実用化に向けて、大きく舵を切ったと言える。レールガンは、いわゆる砲身の内部に、2本のレールを平行に配置し、これらに電流を流すことで、砲弾に相当する物体を電磁力によって射出する兵器であり、原理、構造的には、かなりシンプルな作りであると言ってよい。そのため、アイディアとしての兵器構想は、かなり古くより存在し、日本を含む世界各国で研究されており、すでに、第一次世界大戦時には、実用化に向けた開発が進められていたが、当時の技術力では、それは実現していない。大きくは、砲弾部分と砲身部分の摩擦の発生を解消できなかったこと、必要とされる電力が、レールガン、1門あたりでも莫大であったことが、その理由だが、その課題のため、以後しばらくの間は、顧みられることはなかった。しかし、
1960年代に入り、かつて1830年代にマイケル・ファラディが考案した単極発電機を使用することで、レールガンは再び注目され、1980年代にアメリカが推進した SDI 計画によって、その動きは加速していく。アメリカの SDI 計画は、当時の人気 SF 映画にちなんで、スター・ウォーズ計画とも称され、宇宙空間の衛星軌道上で、早期の警戒監視を担う衛星、レーザー兵器やミサイルを搭載する、攻撃型衛星を配備する、壮大な計画だった。これは、当時激しい旧ソ連との冷戦状態に置かれたていたアメリカが、旧ソ連からの大陸間弾道弾による、自国への攻撃を緩和するために打ち出した計画であり、多層的な大陸間弾道弾の迎撃、迎撃体制を目指したものだった。宇宙区間は、ほぼ真空であるために、空気抵抗を考慮せずとも、良いことや、同時に、太陽光を、大気のある地上よりも、効率的に、エネルギーとして利用できることから、宇宙空間で運用する兵器としての、レールガンの有用性が高まったと言える。ただし、1991年に、旧ソ連が崩壊し、第二次世界大戦後に、長年続いた冷戦体制が、終焉を迎えると、それに比例して、SDI 計画も縮小され、物理的な火砲との費用対効果や、やはり、電源確保の困難さから、レールガンの開発は頓挫した。ここからも明らかなように、レールガンの実用化には、現実的に、電源をいかに確保するのかという点が、大きな課題として、絶えず横たわっており、これが今に至っても解消すべき最大の問題点となっている状態である。それでも、近年のアメリカ海軍では、主として、水上戦闘艦の火砲や各種のミサイル類、航空機から運用する誘導式の爆弾類を、それらより低コストで代替できる可能性を模索する一環として、レールガンの研究を行っている。ただし、この研究で試作されたレールガンの最大射程距離は 200km にも届かず、日進月歩で長射程化が進む地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルに対して、それを凌駕する距離からの運用は不可能と判断された。ことに、ここ最近、中国やロシアで実用化が進んでいる地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルは、射程距離で約 1000km 以上、飛翔速度も、音速の5倍以上となる極超音速を実現しつつあり、水上戦闘艦への実装をアメリカは断念したと言える。これも、レールガンを水上戦闘艦に搭載するには、必要となる膨大な電力を供給する電源を確保できないと、アメリカ海軍では判断したものだが、一応日本が開発する。レールガンは、陸上設置型が基本という、相違点はある。これは、水上戦闘艦に、レールガンを搭載するよりは、電源確保という、問題に関しては担保されていることを示してはいるが、果たしてそれだけで有効な兵器となるかといえば、懐疑的な声の方が多数派のように思える。というのもアメリカ海軍でも、レールガンをミサイル防衛の一手段として検討はしてきたと言えるのだが、これは従来の大陸間弾道弾のように大きく放物線を描いて飛翔する着弾位置の推測が比較的容易なケースを想定していたものだ。しかし、近年では大陸間弾道弾であってもロシア製のイスカンデルのように飛翔する軌道を変更可能な種類のものが登場しており、なお、かつ、これは、音速の5倍以上の極超音速を発揮するため、レールガンでの迎撃は極めて困難だと見られている。日本の防衛装備庁によれば、試作されたレールガンの砲弾は、秒速2300メートル以上、マッハ7弱で射出されるというが、この速度でも、
200km 離れた目標に到達するは、約1分以上が必要な計算となってしまう。こうした数値を考慮すれば、陸上設置型で、ひとまず電元供給には問題がないと仮定しても、アメリカ海軍ですら断念した軌道を変えつつ、極超音速で飛翔する兵器を遠距離から正確に迎撃できる、レールガンを日本が独自開発できるのかは疑問だろう。一方で、北朝鮮は2022年に入り、この1月だけで5日、11日、15日、17日の4日で、合計6発のミサイル発射を強行しており、現、岸防衛大臣が冒頭のように、レールガン開発への予算拠出を述べたのも、これに対応する政治的な対処の一環と思われる。この時期に、北朝鮮が過去に類を見ないペースでミサイル発射を強行した背景に何があるのかは定かではないが、中国、北京で開催される冬季オリンピックや韓国の大統領選挙を睨んだ牽制策ではないかなど様々な意見がある。北朝鮮の発表が事実だとすれば、5日と11日に発射されたミサイルは軌道変更が可能な極超音速タイプであり、中国やロシアに続いて最も政治的な交渉が困難であろう国が軍事的に対処することもまた困難な兵器を手にした可能性がある。北朝鮮が極超音速兵器の開発を表明したのは昨年2021年1月のことであり、同国の軍事的な技術の水準や機関から考えて、これがすぐに実用化されるとは考えず、来が、最も身近な韓国国防部も、5日のものは、マッハ6に達しているとは認めているようだ。加えて、韓国では、11日のミサイルは、マッハ10に到達した可能性を示唆し、警鐘を鳴らしているが、これは、額面通りに、その飛翔速度を捉えるべきというよりも、韓国側が政治的に北朝鮮の脅威を強調するために利用しているとの見方も一部に存在する。そうは言っても幸いにして、近年では国家同士が実際の武力行使に至るまでにはかなりの障壁があり、そこに至らぬようにするために保有している兵器の力を誇示して均衡状態を維持することが半ば常識と化している。それを考慮すれば、日本がレールガンの開発を打ち出したことは、政治戦略上からは、あながち間違いとも言えぬ牽制行為であり、ここで稼いだ時間を利用して、今後の防衛施策に、実際に有効な装備を検討すべきだと思えてならない。最新潜水艦は、クゲイの進水式が終わり、もう次期隊へ、潜水艦が引き渡される。
3000トン級の初めての潜水艦となる。海上自衛隊の潜水艦群は、世界でもトップクラスと言われている。今回は、海上自衛隊潜水艦を詳しく見ていきますね。今まで足りない部分の機動力を獲得した恩、流潜水艦以降世界最強と、思っているのは私だけですかね。日本では、2010年から掲げていた防衛計画に基づき、2020年に進水式を終え、タイゲイと命名された新型潜水艦をもって、海上自衛隊の22隻の潜水艦体制が整いつつある。海上自衛隊が有する潜水艦戦力は、2021年1月現在で就役中のものが、親潮型9隻、双竜型11隻で、これに偽装中の、東竜と、タイゲイが加わる予定だ。1番艦の、タイゲイに続く 2.3 番艦も、すでに建造は始まっており、以後順調に就役していけば、親潮型の旧式艦から、敵地練習艦への、変更や退役が進んでいくのだろう。そうした中で、近年、海上自衛隊が警戒している、仮想敵国といえば中国であり、第二次世界大戦後長らくの狭間旧ソ連、現ロシアへの対応を目指し整備されてきた、体制も変わりつつある。そもそも、第二次、世界大戦で、連合国に、敗北を喫した日本は、潜水艦の保有を禁じられ、ようやく、旧ソ連への対抗上1955年に、アメリカ海軍の、ガトー級潜水艦の貸与を経て、復活へと向かった。その後、潜水艦の国産化を復活させたのは、1965年就役の、大潮型1番艦からであり、いわば、旧ソ連というアメリカ、西側陣営との対立が先鋭化した状況が、その復活の理由と言えた。このため、海上自衛隊の潜水艦は、当時から、世界で最も先進的で、かつ能力の高い潜水艦隊を保有していた、アメリカ海軍に倣い、兵器システムや索敵、探知能力を向上させてきたと思える。翻って、昨今最大の仮想敵国となった中国はといえば、旧ソ連からの支援を受け、完成品を購入したり、自国で、ライセンス生産をするなど、ソ連の技術の後押しで、潜水艦を増加させてきた。旧ソ連、現ロシアとアメリカ、どちらが、潜水艦の、総合的な能力に秀でているかといえば、幸いなことに、アメリカに軍配が上がると思われ、空母打撃群など、派手な戦力だけでなく今も、優位性を保持している。ことに、潜水艦の場合、どれだけ敵に探知されずに潜んでいられるかが鍵となり、その意味では、艦の静粛性と敵の索敵、探知をするソナーやセンサーの能力が、その生存性に直結してくる。最近では、2020年6月中旬、中国海軍所属と、おぼしき潜水艦が、日本の接続水域内である、奄美大島近海のトカラ海峡を潜航した状態で通過、その行動の一部始終を日本側に把握される事象が起こった。海上自衛隊、防衛省、日本政府は、これをいかにして、探知していたのかは、防衛上の機密に関わることとして、一切未公表であり、中国海軍の潜水艦であるとも、断言はしていない。これを、中国海軍の潜水艦だと認めることは、その動きすべてを日本側に察知されていたと、中国自体が認めることと、同義になるため、中国側からも、もちろん、何の発表もなく、一応は、国籍不特定艦とされた。軍事関係者によれば、今回の艦は、中国海軍の、元型、039A 型潜水艦ではないかと推察されており、中国海軍の通常動力型潜水艦としては、一応、最新の艦艇にあたるものだ。元型、039A 型潜水艦は攻撃型潜水艦であり、水中排水量が約2400トン、全長が 72.0 メートル、最大幅が、
8.4 メートルの艦量であり、日本の双竜型などと比べればかなり小型である。それでも、原型039A 型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、スターリング機関と蓄電池、ディーゼル機関を搭載、非大気依存推進を実現しているとみられ、仕様的には先進的な設計にも見える。このスターリング機関について、イギリスの軍事専門誌であるジェーン年刊では、これよりも、小型のスウェーデン海軍ゴトランド級に搭載されているものと、同等の出力で、信頼性も低いとの見方を示している。中国海軍では、この、原型、039A 型潜水艦を、2021年現在で、12隻程度、運用していると考えられているが、この前級にあたる、胸型、039型潜水艦も、14隻ほど収益させており、とにかく数は多い。これ以外にも、中国海軍は、通常動力型潜水艦として、ロシア製のキロ型潜水艦も12隻を保有しており、同艦は中国だけでなく本国のロシア、インド、ベトナムなど総数で59隻が建造された。加えて、中国海軍は原子力推進方式の攻撃型潜水艦も保有しており、こちらは艦級091型潜水艦が3隻。小級093型潜水艦が2隻収益、4隻が建造中とも伝えられている。この原子力推進型の小級093型潜水艦は2018年1月に尖閣諸島近海を潜航したまま航行し、自衛隊の航空機、艦艇からの警告を受けたゆえか、浮上して中国国旗を掲げた艦としても知られる。これまで挙げただけで、中国海軍は、元型、039A 型潜水艦、12隻、胸型、039型潜水艦、14隻、キロ型潜水艦、12隻、艦級091型潜水艦、3隻、小級093型潜水艦、2隻以上を収益させている。これらのうち、通常動力型が、比較的、中国沿岸部の近海を中心に展開し、原子力推進型が配備中の空母打撃群に、随伴して、遠洋に展開するとみられ、今後のさらなる増強にも、注意が必要だ。現在の日本側の救いは、これら中国海軍潜水艦を、ことごとく探知、追尾はできている部分だが、今後、静粛性を中国海軍が向上させてきた場合、同様の対応が可能か否かが、鍵となるだろう。
防衛省が近頃発表、馬毛島の基地整備を本格化する計画に、3000億円の予算を計上している。今回は、馬毛島のイメージ図をもとに、詳しく見ていきますね。地元では、かなりの反対との報道がなされているが、実際は、極小数日前とも待ったなしの状況を理解するべきです。ですが、地元の不安も理解できますよね。中国の脅威が増している今は、話は別です。2021年12月24日、現岸田内閣は、鹿児島県の離島、馬毛島に対する、在日アメリカ軍、及び自衛隊の拠点整備について、これに要する費用を含んだ2022年度の予算案を閣議決定、本格的な道東の整備開始が報じられている。行政区分上の馬毛島は、鹿児島県の西の表市に属している、事実上の無人島であるが、防衛省が、元の所有法人である、ダストンエアポート社から、およそ160億円の費用で入手したのは、2年前の2019年12月のことだった。このように、防衛省、国側が馬毛島を入手した後、道東を行政区分上管理する西の表市では、反対派の市長が選挙で当選したため、問題が複雑になってはいるが、今回、予算的な裏付けも含めて、計画が前進したと見てよいだろう。馬毛島は、アメリカ海軍の航空母艦が、神奈川県の横須賀基地に入港した際に、その艦載機の搭乗者の技量を維持するための FCLP、陸上での離着陸訓練を行う現行のよう、等の代替地として、2007年頃より浮上していた島だった。その2007年頃から、前述の購入決定の2019年まで、全所有企業との西の表市、防衛省らとの間で、様々な紆余曲折はあったが、なんとかここまでたどり着いたというのが、これまでの経緯を横目で見てきた、正直な感想である。今回の閣議決定で、馬毛島の整備費用として計上された総額は、3183億円となっており、日本の設置が予定されている、滑走路や航空機の、駐機設備や燃料貯蔵庫、管制塔や通信設備、艦艇用の港湾整備など、多岐にわたっている。ただし、これらの完全な整備は、今回予算化された、3183億円の費用でも完了しないことが、予想されており、今後も、追加予算の投入が必要となるものとみられ、適宜費用面について高騰しないかどうかには留意すべきであろう。そして、今回決定された3183億円の予算の中には、在日アメリカ軍に向けた FCLP、陸上での離着陸訓練の移転先であることから、その再編に関わる地方自治体への交付金41億円も含まれており、これも注目を集めている。この在日アメリカ軍の再編に関わる地方自治体への交付金は、今回、馬毛島を行政的に管轄する西の表市をはじめとして、近隣の中、種子町、南種子町が対象となっている。日本国政府としては、現時点の2021年12月では、この3市町村への交付金の具体的な分配額や交付の時期について、まだ公表できないとしているが、過疎化の進む自治体にとっては、これによる活性化に期待する人々も多そうだ。もっとも、馬毛島の在日アメリカ軍、及び自衛隊の拠点整備に反対する人物を市長に選出している西の表市については、今後これをめぐっての政治的な攻防の発生も危惧され、スムーズに進行しない恐れも懸念される。さて、それでも、馬毛島への移転が進められている、在日アメリカ軍向けの FCLP、陸上での離着陸訓練だが、これが日本で行われるようになったのは、1973年に、当時のアメリカ海軍の航空母艦、
ミッドウェイの艦載機が初めてである。ミッドウェイは、神奈川県の横須賀を、事実上の母港としたことで知られ、これ以後現在に至るまで、横須賀は、世界で、唯一、アメリカ海軍の航空母艦が、国外で母港とする拠点となっており、日本の特殊性を忍ばせるものだろう。そもそも、アメリカ軍が、FCLP、陸上での離着陸訓練を行う理由とは、水上戦闘艦艇としては、非常に、大きな航空母艦であっても、離着陸に使用できる、飛行甲板の長さは300メートル前後と短く、その実施には、高い操縦技量が必要となるためだ。これの航空母艦艦載機の搭乗者の高い操縦技量を維持するための訓練が FCLP 陸上での離着陸訓練であり、航空母艦が港に寄港中で実地での訓練ができない場合でも絶えず離着陸の訓練を行う必要性から実施されている。特に実施頻度が多くなるのが航空母艦の出航前の時期とされており、日本では前述のように、1973年頃より、航空母艦、ミッドウェイの横須賀寄港時に、同じ、神奈川の厚木基地で実施が始まったが、当初より騒音が問題視された。FCLP、陸上での離着陸訓練の中でも、NPL と称される夜間の離着陸訓練が特に周囲の静かさに比して騒音の大きさが問題視され、これは青森県の三沢基地、山口県の岩国基地、東京の横田基地でも同様に社会問題となる。そのために2001年以後はこれら三沢、岩国、横田の3基地での NPL は中止され、1991年には、厚木基地で行われていた同訓練の一部を、小笠原諸島の硫黄島での実施に移すが、全面的な廃止には至らず、騒音問題は残っていた。アメリカ軍側としては、厚木基地から硫黄島までは、片道でも、約 1000km もの距離があることから、搭乗者の、疲弊や移動に要する、時間的、経費的なロスを問題視しており、すでに1980年代中盤から代替地の要望が出されている。その後、在日アメリカ軍の再編成に伴い、2017年8月以降には、横須賀に航空母艦が入港した際の艦載機の受け入れ先には、山口県の岩国基地が充当されるようになり、ここから、硫黄島までは、さらに距離が伸びることとなった。そのため、岩国基地からは、およそ 400km ほどと近い馬毛島が、最適な候補地として浮上し、日米双方の利害関係を、最大公約数的に解決できる代替地として、今に至っているというのが、これまでの日本での FCLP、陸上での離着陸訓練をめぐる、大まかな流れである。ちなみに、アメリカ本国では、バージニア州のオシアナ海軍基地で、航空母艦艦載機による FCLP 陸上での離着陸訓練が実施されているが、F-14 トムキャットから FA-18 ホーネットに主力戦闘機が変わって、以後騒音が増加したとして、日本同様に問題化している。アメリカ海軍は、住民らからの騒音への苦情に対し、やはり、代替地での FCLP、陸上での離着陸訓練実施に移管することで対応しようとしているが、個人的には F-14 トムキャットより FA-18 ホーネットが格段にうるさいという点が気になってしまう。厚木基地の騒音問題については、住民らが複数の裁判に訴えており、裁判では FA-18 ホーネットの爆音のうるささや日本国の管理責任については認めるも、日米安全保障条約に基づく関係上からアメリカ軍の行動は制限不能との判決が行われている。これらの経緯をたどってみても、
事実上の無人島である、馬毛島が、厚木基地よりも、FCLP、陸上での離着陸訓練の実施場所として、理にかなっていることは明らかであり、今更のように、自然破壊等を持ち出す、情緒的な反対論には、説得力がない。あくまでも、馬毛島や日本国内でのアメリカ軍の FCLP、陸上での離着陸訓練に断固反対だというのであれば、アメリカの航空母艦の持つ、戦闘力を自衛隊が代替するだけの別の戦力を保持する方法を模索するしかないように思える。すでに、厚木基地の裁判の判例で示されたように、ある意味非常に強権的で残酷なように聞こえるかもしれないが、国と国とが締結した条約の方が、個人の騒音問題よりも上優先されることは、国家の施策として認めると、結論は出ていると言えるだろう。アメリカが尖閣諸島へ侵入したことで、分かった中国への牽制を確認した。当初、アメリカ国防総省は、日本領土と、はっきり明言していたが、実際はどうなっているのだろう。また、バイデン政権に代わって、今後の政策は、どちらに優位になるのか、台湾や日本の今後は、どう変化していくのだろうということを見ていくとしよう。今年も2020年に引き続き尖閣諸島の近海では中国公船の活動が増加する一方であり、最近でも2021年2月20日と21日の両日で日本領海への侵入行為が発生するなど緊張感を漂わせた。この両日に不審な行動を起こしたのは中国海警局に所属する2隻の艦艇であり、日本の民間漁船を追尾するような形で領海内に侵入するという浅ましき行為を意図的に引き起こしている。あろうことか、中国政府は自国の海警局に関する武器使用の法改正を2021年2月1日に施行させており、自らが命の危険を感じ必要だと認めた場合は同局職員の個人携帯の重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルも合法化させた。この経緯から従来よりも容易に武器を使用してくる可能性が高まり、2017年には中国海警局自体が軍事警察の管轄下となっていることも重なって、これまで以上の強硬姿勢が予期される状況となっている。昨年の2020年11月には、来日していた中国の王国務委員兼外相が、日本の茂木外相を目の前にして、尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するから、やむなく対応していると、あらぬことを発言し、これに反論しなかった茂木外相にも、批判の声が降り注いだ。
外務省側の見解によると、この時の王国務委員兼外相と模擬外相との記者会見では、日中双方が自国の見解を主張する場となっており、議論をする場ではなかったとの見方を示しているが、国民は納得していない。しかも、目の前で日本の政策を完全な否定発言をした王国務委員兼外相を放っておいた模様は全国的に報道され、それは主張を認めたと同時ことであり、模擬外相が中国語で謝意を示した点には疑問が湧くとともに非難も集中した。このような尖閣諸島をめぐる中国側の強硬姿勢は、今回の日本漁船を追尾して領海へ侵入したことでも明らかとなってきており、政治的観点や現場運用からも激しさを増していることは拭いようがない事実である。2021年2月8日に開かれた中国外務省の広志副報道局長の記者会見では、中国海警局が保有している艦艇は尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べている。前とした海峡法改正を盾にあるまじき行いを正当化している。そこを踏まえて、尖閣諸島は中国固有の領土であるとの従来の見解を示した。そもそも中国の領土であったという尖閣諸島は、日清戦争の結果台湾と共に日本に奪われたものとする中国政府の持論を改めて誇示したことに対しても弱気な姿勢をとっている。緊迫している状況下で、アメリカ国防防総省のカービー報道官は、2021年2月24日に尖閣諸島に日本の主権があると認めて中国の行動を非難する旨の発言を記者会見で発表したため、日本を援護したかのようであった。安心するのも束の間で、その2日後の26日にはカービー報道官はその発言を覆すとともに謝罪しつつ、日米安保条約に基づいた尖閣諸島をはじめとする日本の防衛にこれまでと同様にアメリカが関与すると述べた。当時のカービー報道官の発言修正については、従来通りにアメリカ政府として尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在についてはその限りではないという玉虫色の内容となっており、不穏な予期を感じた。アメリカが民主党のバイデン新政権に移行しても、尖閣諸島の防衛にはこれまで通りにその後押しが期待できると日本では考えられてきただけに、その危険度は計り知れないものとなっている。先ほどのカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取るとすれば、アメリカが認めているのは、日本が尖閣諸島に有するのは施設権のみであり、主権までは認めていない状態ということになる。日本にとっては、不利な方針をアメリカが堅持することを、あえて政治的に示したということは、日中関係の中で、尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が起きたとしても、アメリカの軍事的な支援を受けることは厳しいだろうという見解である。一連のアメリカの動きと前後して、日本政府は2021年2月25日に日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合には、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるとの考えを明確に示した。まさしく、現行の海上保安庁法における海上保安官の武器使用を明確化しようとする動きであり、尖閣諸島海域における中国公船への対峙を念頭に置いたものであることは明らかである。日本の海上保安庁法では、海上保安官が対峙する相手に対して重火器によって危害を加える行動を危害射撃のみと定められているが、昨今の情勢を鑑みて実効的な解釈に踏み込んだ方がいいと思慮する。海上保安庁法では、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止するための武器使用に関しては認められており、警察権限の一部として
職務執行上の範囲で適用されている。しかし、現場の判断で、機外射撃に限定した場合には、まず正当防衛であること、次に非常に凶悪な犯人を逮捕する場合にのみ実行することができるとされており、その解釈によって、是非が問われることになる。そのため、海上保安官は、事件前後の録画を必須義務とされている。これに対して、日本政府が示した見解は、具体的には、尖閣諸島に中国側が上陸する目的で、艦艇による領海侵犯を行おうとしたならば、非常に凶悪な犯人を逮捕することに該当することを意味している。さらに、海上保安庁による対応だけでは困難と判断した場合には、海上自衛隊に対して海上警備行動が発令されるケースでも、同じく機外射撃を認めるようになっており、より抑止力として、対応を強化する解釈と言えそうだ。自衛隊には、警告、威嚇、危害、命中という順番で、敵と対峙する際に、射撃をするということになっている。これすべてが、状況によると、曖昧な見解で認められており、武器使用に関する法律に関してはこれ以上変わることはないだろう。